今日も始まりました松尾修造のこれ知ってます。今日はこの逆転本っていう本をちょっとご紹介させてもらいたいんですけど、今日もまたまたいぶきスポーツアカデミーさんに出張に来ております。ここばっかりやな、続けてやってんちゃんと思われがちですけど、ちゃいますよ。毎日毎日撮ってます。はい、ということで逆転本、これ逆転本を開きますと、じゃん、あれ反対ですよね。そうなんですよ、これ面白い本で、逆転本って書いて、これが正面になってましてね、これどういう本かって言いますと、この人ね、面白い人で、君の笑顔が見たくてってこう帯がついてるんですけど、伊達直人さんってついてるんですけど、言葉を逆転させるだけで人生は衝撃的に素敵になる、日本中に元気になる言葉があふれ、みんなが笑顔がなりますようにっていうふうに書いてあるんですね。で、中身を見てみますと、どういうことが書いてるか、これ本当私は結構面白いなと思いましてね、人生が素敵に変わる言葉です。ですから要は前向きな言葉を言いましょうということですよね。この人が言っている逆転の言葉シリーズ、こういうふうな形で、はい、忙しいね、これは忙しいの代わりに、もう忙しいって言葉を出すといっぱいいっぱいになっていけて、心も体も疲れてくる。そんな時に使う言葉はこれ、忙しいの代わりに盛り上がってきた。はい、もうこれいいですよね。忙しいの代わりに盛り上がってきた、なんかテンションが上げ上げになりますよね。忙しいってことは人に求められていることです。あなたが今この世に必要だということです。素晴らしい、盛り上がってきたっていうようにしようかなと思いました。私もね、それから、最近はなんかこうね、これもあります、はい、ストレスが溜まった、うわもうストレス溜まってるわっていう言葉、どういうふうに逆転語にするか、いいですか。マイルが溜まった、温泉に行こうっていう話ですわ。これいいでしょ。これもストレスが溜まったわっていうのはマイルが溜まったっていうことで、疲れイコールマイル、疲れが溜まったらマイルが溜まったよと喜びのプレゼントをしてあげましょうと、ストレスが溜まるためにどっか行こうかっていうことでね、逆転の言葉、これ結構ええんですよ。うん、それからですね、これほんまに、なんでこんな目に遭うの、ね、なんでこんな目に遭うのとか言うじゃないですか。なんでこんな目に遭うの俺だけとか、それをねどういうふうに変えるかっていうと、修行修行修行だっていう思うらしいです。修行修行というらしいですわ。これはなかなかいいですよ、この本、本当に面白い。これはね、前向きに逆転本ってなってるんですけど、まあ、前向きになれる本ということでね、今日松尾修造のこれ知ってますは、逆転本紹介させてもらいました。ぜひぜひよろしくお願いします。